いちこです。今日は2022年6月16日木曜日です。高松の天気は朝から曇りで、現在午後9時前ですが暑いです。午後9時前の温度は24度をスマホで表示しています。動画は久しぶりに八島駅方面へ向かいましたので、それまでの童貞を流しています。途中ナスのビニールハウスがありましたので、読み上げはナスです。焼きナスとナス漬けが美味しいですよね。ではいつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。ナス。出典フリー百科事典ウィキペディアより、ナス、学名ソラナムメロンジーナはナスかナス属の植物、またその果実のこと。別名ナスビとも呼ばれる。インド原産で単色野菜として世界中で栽培されている。果実は黒皮色が多いが、色や形は様々で多数の品種がある。癖のない味わいと火を通した時の滑らかな食感が特徴で、品種によって様々な調理法があり、料理のジャンルを問わず使えるため、定番の野菜として欠かさないものとなっている。栄養的にはさほど見るべきものはないが、東洋医学では体温を下げる効果があるとされている。また、皮の色素ナスニンは抗酸化作用があるアントシアニンの一種である。名称。和名ナスの語源については諸説あり、実の味から中炭の略であるとする説、夏に実がなるので夏実と呼んだが、それがなまってナスビと呼ばれたとする説がある。室町時代頃に宮廷の女官が女房言葉としておナスと呼び、その呼称が定着した。英名はオーバージーンまたはエッグプラントで、フランス名はオーベルジーヌ、イタリア名はメランザーナ、中国植物名では、花、もしくは、花子の名で広く栽培される。花は植物を指し、花子は果実を指すとも言われている。特徴。インドの原産。原産地など熱帯地域では多年草であるが、温帯地域では一年草として畑で栽培されている。茎は黒皮色で、高さ60から100センチになる。中には茎にトゲが見られるものがある。葉は五星子、葉身は卵状楕円形で、葉縁は波打ち、葉柄に近いところでは左右非対称になる。葉にはトゲがあり、毛が生えている。花期は夏から秋で、葉液と次の葉柄の途中に花柄を出して、紫色の花を下向きに1個から数個咲かせる。一つの花柄に複数の花が咲いても、基部の一個以外は結実しない。果実は品種によって形も色も様々で、色は普通紫色であるが、中には緑色、白色のものがある。果肉は密度が低くスポンジ状である。ヘタの部分にはトゲが生えているものがあり、鋭いトゲは鮮度を見分ける方法の目安となるが、収穫の作業性向上や実に傷がつくという理由から、トゲのない品種も開発されている。ナスは寒さや乾燥には弱く、日当たりが良くて、水を好む性質がある。歴史。原産地はインドの東部が有力である。インドでは、有史以前から栽培されていたと考えられている。その後、ビルマを経由して中国へ5世紀頃に渡ったと考えられており、多くの変異が生じていった。ヨーロッパへは13世紀に伝わったが、もともと熱帯植物であったためあまり普及はしなかった。東南アジアでは古くから栽培されており、日本では見られないような赤、黄、緑、白などカラフルで、形や大きさも様々なものが市場に並ぶようになった。日本には7世紀から8世紀頃に中国から伝わり、奈良時代から食されていたと言われ、東大寺正倉院の古文書で
天平商法2年750年那須新城とあるのが日本最古の記録である。平城京の長屋を邸宅跡から出土した木簡に新物かす漬け売りかす漬けのからなすとの記述があり、高位の者への新物に那須のかす漬けが使われていたことが判明した。また正倉院文書には天平6年734年那須11国直一巻356門をはじめとして多数の那須の記述が見られる。元は貴重な野菜であったが、江戸時代頃より広く栽培されるようになり、以降日本人にとって馴染みのある庶民的な野菜となった。江戸時代の農業全書に紫、白、青の3色あり、また丸きあり長きありの記述があり、この時代から多くの品種が栽培されていたことがうかがえる。栽培。夏に収穫する野菜で、春の気温が十分暖かくなってきたら苗を植えて育てる。苗は一般の種から育てただけのものと接ぎ木苗があるが、耐病性に優れるのは接ぎ木苗の方である。栽培時期は晩春から秋まで5から10月で、栽培適温は15から28度とされる。早いものは初夏6月頃から収穫が始まり、夏に切り戻せば秋まで実がなる。良い実を収穫するには伸び始めの脇芽つまみと夏場の水やりが重要になってくる。連作障害が出やすいので3から5年はナス科の野菜を作っていない畑で育てる。最低気温が15度を下回らなくなってから地域の気候に適した品種の苗を植え付ける。乾燥を嫌うため、藁やビニールなどでマルチングをすると良い。苗が伸びてきたら、主枝とすぐ下の勢いがある2本の枝を残して育てる3本仕立てにするのが基本である。はじめの枝が伸びて枝が充実してくると、開花して実がつき始めるが、栄養分を奪われないように、一番花は小さなうちに摘み取って株を充実させる。気温が上がると、次々と実がなるようになるので、ヘタの上を切って、豆に収穫する。ナスは栄養をたくさん必要とする野菜で、栄養不足にならないように、こまめに追肥することが肝要になる。雨が降らない時には、実が硬くなってしまうため、十分な水やりも必要になる。栄養状態が良いと枝先から少し離れて花がつき、雌しべが長い、超過中過がつくが、肥料が不足してくると、枝先に花が咲くようになり、おしべが短い、短花中花が多くつくようになる。真夏になると、枝が混み合い成長が鈍り、さらに枝の老化によって実つきが悪くなってくる。そこで、地面から高さの約2分の1くらいのところで、枝を切り詰める、切り返し剪定、更新剪定を行う。さらに肥料を水を十分与えておくと、新しい枝や葉が伸びて約1ヶ月後に再び実がつき、10月頃まで秋ナスを収穫できるようになる。以上で途中までの読み上げは終了いたします。続きは機会があれば読み上げ予定です。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. はい、これで終了いたします。ありがとうございました。
皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。